サレジオ会は北イタリアの司祭、ヨハネ・ボスコによって1859年に結成されたローマカトリック教会の修道会。会員数の規模はイエズス会に次ぐ、サレジオ修道会とも呼ばれる。サレジオ会の活動地域創立者、ヨハネ・ボスコは1815年8月16日、ピエモンテ州カステルヌオボ郊外、ベッキ村で生まれた。 1835年から1841年まで、キエリの大宮学校で哲学、進学を学んだ後、当時のサルデーニャ王国の首都トリノで主催に除海された。19世紀後半のリソルジメントと産業革命の中で、青少年たちが放置される現実に直面し、最も貧しい青少年たちのために生涯を捧げることを決意。1859年に、 サレジオ会を設立し、1869年に教皇から正式認可を受ける。1874年4月3日、サレジオ会の会見が教皇から公式承認され、会は教皇直轄の修道会となる。学校事業、社会事業を通じて多くの人々を導いた。現在、サレジオ会の本部はローマにあり、ヨハネ・ボスコの理想を引き継いで、 世界中で青少年教育活動を行っている。サレジオ会の名称は宗教改革期にカルバン派の拠点ジュネーブで活躍した北イタリア出身の司教、思想家、セフランシスコサレジオに由来する。ひとたるの巣より一さじの蜂蜜の方がよく人々の心を捉えることができるという彼の言葉に示される優しさと人類愛はヨハネ・ボスコの教育理念に深い影響を与えた。 サレジオ会の日本での活動は、ラベンナ出身のカトリック司祭、ヴィンチェンツオチマッティ神父を団長とする宣教師団の宮崎への到着により、1926年に始まった。1928年に出版事業のためドン・ボスコ、社を設立。1932年には、高齢者と孤児のための宮崎救護院を開設。1933年には、宮崎神学校。 1934年には、東京育英工芸学校を創立。1937年のサレジオ会日本館区認可、宮崎カリタス修道女会創立を経て、1946年に、戦災孤児救済のための中津ドンボスコ学園、東京サレジオ学園を開設。1950年には、大阪製工学院中学校、高等学校、また1960年には、 メグロサレジオ中学校、高等学校を創立し、特色ある中高一貫教育を行っている。また教会運営では、カトリック東京大使教区からヒモニア、調布、下イグサ、サギ沼、アダチ、三河島を任されている。姉妹会として、ヨハネ・ボスこと、セマリア・マザレロにより1872年に、設立された女子修道会のサレジアンシスターズがあり、 1929年、宮崎に扶助者聖マリア修道院を、また1940年には、東京に整備学園を創立し、カトリック精神に基づいた幅広い教育活動を行っている。東京都調布市のカトリック、調布教会に隣接する調布サレジオ新学院内に、外田のコンプリ司祭が館長を務めるチマッティ資料館がある。 2018年現在の日本管区長は、首都、ヤコブ浜口秀明神父である。なお、仙台教区及び、高松教区教区長であったフランシスコザビエル・ミゾベ、周次教、カトリック、埼玉教区のマリオサン・ヤナイ・臨床司教は、サレジオ会の会員である。ありがとうございます。